ンパン出発どうもパンク青木です、本日のゲスト林輝幸さんです。はい、林輝幸さん、はい、おめでとうございます。というわけでね、先ほどトークイベントが終わったばかりかと思うんですが、はい、どうですか、緊張されました？めちゃくちゃ緊張しました。そうですよね、最初カミカミでもうあんなになんかそのオープンな場所でやると思ってなくて、うん、そうそう、いや一応事前情報いただいたんですけど、はい、実際にこう会場をちゃんと見てっていうのがなかったんで、あれなんかめちゃくちゃ人来てんねんけどみたいな、うん、まあこう質問一辺倒になるのもあれかなと思いますので、ちょっとアイスブレイクがてら、はい、ぜひねちょクイズで対決させていただけないかなと。あら、この私にクイズ。今回はお互いその問題を回答していくスタイルの、はいはい、形式でご用意しました。はいはい、よくあるやつだ。そうです。題して、当番ビジネス書ベストセラードボンクイズ。よっ。はい、ルールを説明しますと、10種類の、実在している、ビジネス書のタイトルが記載されております。この10種類のうち2種類はベストセラーになった本ではありません。交互にベストセラーに選ばれている本を答えていただきます。ベストセラーに選ばれてない本を選んでしまった時点でアウト、そちらが負けという形を取らせていただきます。はい、じゃあ負け、じゃんけんぽい、アイコールショー、アイコールショー。では先行林さん、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。ちなみにもうなんとなくこれは最初によくかなみたいな目星はもうついてらっしゃいますか？一応ありますが、そうですね、3番嫌われる勇気。嫌われる勇気、こちらは正解です。あー危ない。あー、なるほど。2015年のベストセラー。あー、でも危ない。なっております。アドラー心理学の、まあ、火付け役となったものですね、うんうん、こちらは正解です。お見事です。じゃあちょっと本当に最初でドボンになったらマジですいません。奥さんももうなんとなくこれかなっていう目星は、そうですね、もうついてるんで状態ですかね。いきますか、4番ファクトフルネス。ファクトフルネス、こちらは正解。お、うん、よかった。ファクトフルネス、自分の思い込みを乗り越え、データをもとに世界を正しく見る習慣というのが正式名称で、こちらは2020年のベストセラーですね。まず一旦目はマリオが正解ということで、接戦ですね。これかなってやつはもう決まってます。迷ってるとかありますか？一応なんか自分の中で一個だけそのこれはドボンやろなみたいなのがあって、あ、でそれはあの期間で選んでるんですけど、でもう一個は分かんないんですよね。なんかブログ見たことあるし、あ、そうですね、有名な、そうそう、1位じゃないっていう理由でドボンになってるやつもあるんですもんね。そうですね、それが分かんないんだよな、どれも見てるか。じゃあまあ本屋でよく見るやつからいきますか。はい、分かりました。はい、7番ジェイソン流お金の増やし方。ジェイソン流お金の増やし方、こちらは残念。勝った。こちらはベストセラーではございません。いやー、めちゃくちゃ並んでるのに。めちゃくちゃ並んでますけどね。そうですね、有名で今非常に売れてる本なんですけれども、こちら発売が2021年11月で、あー、なるほど、まだベストセラーになっていない本なんですね、はいはい、こちら。なるほど、最近すぎましたね。そうですね。確かに今めちゃくちゃ見るってことはそりゃそうだ。はい、というわけで、アイスブレイクの当番ビジネス書ベストセラークイズ、勝者はパンク青木さん。これ流して大丈夫か？大丈夫です。え、ちなみに僕次7番。はい、というわけで今クイズ対決終わりまして、はい、やっぱ林さんクイズの時めちゃくちゃ生き生きしてますね。そうなんですよ、やっぱりね、はい、クイズとものつくもの全部好きだから。やっぱあれですよね、でもクイズ系の YouTube をやっていたからというのもありますよね、うんうんうん、
まあ、実際にそのクイズっていうところから林さんが今回ご著書を出されたというところで、はい、まあ、ちょっといろいろ聞いていきたいんですが、今回ねこの本のタイトルにある通り、はい、まあ、独学戦略っていうところでこう勉強する上で、例えばまずモチベーションみたいなところって、はいはい、結構やっぱ話題として上がるじゃないですか、まあ、絶対に、テーマとしてはありますね。そうです。林さんはこう受験された時とか、そこら辺ってどういう、そうですね、うん、僕はそんなに怠けて一日中ゲームみたいなタイプではなかったんですけど、うん、そのモチベーションで、まあ、一個絶対に言えるのは、計画をまあ立てるとするじゃないですか、はいはい、最初に立てた瞬間、その瞬間がモチベーションのマックスなんですよ、はいはい、なるほど。これは絶対にそうなんですよね。そこが、うん、ここからだんだん減退していくんですよ、ね、だから計画を立てるときにモチベーションマックス基準で計画を立てると絶対どっかで落ちるんですよね。だんだん余裕がなくなっていって、うんうん、で気づいたらもう安気に走るみたいなことになっちゃうんですよね。だからそれが多分僕はこう難しくしてる要因の一つだと思っていて、モチベーションって結局なくなるんですよ。結局下がっていってもうなんかどん底になるんですけど、だからそのどん底になった時ぐらいのところを基準に計画を立てた方がいいんじゃないかと思っていて、ある程度そのマックス基準で作るとどうしても自分に求める期待値が高まっちゃうから、ある程度なんか平均ぐらいのモチベーションの時に、まあこれぐらいならできるかなっていうので、自分がダメになってもいけそうなペースに落とし込むっていう。じゃあやっぱそのモチベーションの高低差も意識して。そうですね、結局高低差はもう全員あるんで、高いままの人ってあんまりいないし、保つのも難しいんで、僕はもう下がったら下がったで、なんか下がった時なりのやり方があるでしょって思ってるタイプなので、じゃあペースをまあこの月間は多くしたりとか、学校行事が立て込んでる時とかは平均ぐらいに落とし込んで、逆に長期休暇とか時間がある時はどっぷりやろうみたいな、まあその辺の時間の組み立て方とかは割と他に何が埋まっているか、学校行事だったり、まあ他の仕事だったりで埋まってる時間から差し引いた時間がまあ基本的には使える全体量になるんで、まあそこをベースに組み立てていくと大体こう波っていうのができてくる気がします。僕は独学を一番うまく活かせる方法として、その一番大事なのってやっぱり目標だと思うんですよね、設定の仕方で。目標を立てた時によくありがちなパターンって、距離があるように感じちゃって、なんかどれをどう頑張ったらいいか分かんないみたいな、結局なんか具体的に何をすればいいかが分かんないから、だんだんこう尻すぼみになっていくみたいなことがあると思うんですけど、それを防ぐためにまず目標設定の時点でもう全部決めちゃうんですよ。例えばまあ1年で大阪大学に合格したいとするじゃないですか、ってなった時にまあ最終目標は1年後に大阪大学半大に目標、はいはいはい、合格で、そうなった時に受験となると模試がありますよね、はい、なのでまあ秋ぐらいの模試、秋とか冬ぐらいの模試で B 判定以上は取りたい、うん、まあ、これが目標 B ですね、うんうんうん、要はその半大に受かるっていう大目標 A があったとすると、その次の中くらいの目標 B があって、じゃあ模試で B 判定取るにはどうすればいいかっていうのと、そしたらじゃあこのぐらいのレベルが必要だよねっていうので、じゃあこの教材を10月までにやりますと、まあ3ヶ月ぐらいで1冊やりたいねみたいな風に、教材をどう何に使うかとか、何をどこまでやるかみたいな目標を立てますと。これが目標 C ですよね。で3ヶ月でこれをやるには、半年でこれをやるには、じゃあ1日あたりどれぐらいやればいいの、1週間あたりどれぐらいやればいいのっていう風にどんどんちっちゃい単位に落とし込んでいくんですよね。でそうすることで1年後にこれをやりたい、これをなりたいっていう理想と、今日これをやらなければいけないという1日のノルマが生み出されるんですよね、でっかい目標から。でここまで来たら、まあ、あとは毎日これを繰り返すだけなので、非常になんかこう距離感としては実感が持てるというか、はい、1年後に合格するってなると結構大層なことに見えるけど、実際は1日の積み重ねで、まあ、今日はこれをやればいいんだ、でその次はこれをやればいいんだっていう風に、何をすべきか、何をどのくらいのペースでやるべきかっていうのを全部決めちゃうんですよね、最初の段階で。で、基本的にはその通りにやって、で途中で崩れたらどっかで短時間取って調整したりとかっていう感じですかね。僕の個人的なモチベーションとしては、はい、昔の負債を取り返すってことなんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、僕は大学生時代ずっとクイズばっかりやってきた人間なので、はいはい、普通のモチベーションが高い大学生が就活とか前にやるマーケティングを学んだりとか、なるほど、そのビジネスを学んだりみたいなところをすっ飛ばしちゃってるんですよね、あれこれ。なんかクイズばっかりやってるうちに、はい、なんか雑学は身についたけど実学は身についてないよねみたいな状態になっていて、まあ、それが今の自分の課題ではあるんですよね。 なので、まあ、そこをなるべく取り返したいなということで、まあ、今、勉強してるという感じですかね。正直僕ちょっとその話聞いて意外だなと思っちゃって、やっぱクイズをあれだけ答えられる方って
ってもうどの道にも精通してるのかなとかってちょっと思ってたんですけど、それやっぱりクイズ特有の立ち回りというそうですね、まあ、これはクイズ研究会出身者あるあると思うんですけど、問題になっているものは覚えられますと、で答えられます。で逆にクイズになっていないものについては全然わかりますみたいな状態があるわけですよね。なので僕はその辺のギャップが割と激しい人間だったので、クイズからあらゆるものを吸収するみたいなタイプだったんですよね。なのでじゃクイズじゃないところ、クイズで問われたことがないけど社会的には常識とされている事柄みたいなのが、まあ、たまにあって、でそういうのに出会った時に、でも自分にとっては初めて出会うものだから全然わかんないってなるんですよね。なるほどなるほど。そうそう、でもこれ外面から見ると自分は常識ない人間に見えるから、まあ、舐められるわけですよ。なので、まあ、そのギャップはなるべく解消したいなと思って、なるほど、いろんなところから、まあ、学ぼうとしているという最中ですかね。多様化したってもそうですけど、手段が多様化したのもそうですけど、いつ勉強してもいいという自由さが加わったなという気づきはありましたね。自分の見たいペースで見れるし、やりたいものピックアップできるしみたいな。ただその課題としてその流動的な部分もありますよね、やっぱ忘れやすいみたいな。なんかそれはなんか僕はどちらかというとなんか YouTube とか動画が発展する前と後でそんなに変わんないかなと思っていて、結局なんか人は忘れるから、別に学校の授業だろうが YouTube で見た講座だろうが忘れはするので、ただ繰り返し見れるんですよね、動画だと。でも学校の授業とかって一回先生がもう言ったらそれで終わりじゃないですか。なので、そういう意味では独学に向いているじゃないですけど、いろいろ活用しやすいのはやっぱり動画の方なのかなというふうに思いますね。なるほどなるほど。林さんは動画で最近なんか勉強されてたりすることってあるんですか？最近ですか？ベタ折りの仕方です。ベタ折りの仕方と仕掛けに対する読みみたいな麻雀の戦術をいろんな動画で勉強してるところですけど、誰のあれで勉強してるんですか？平沢元気さんです。あと雄星さんです。雄星さん、本も結構買って読みましたけど、まあ、YouTube だとその最近あった先週の M リーグの対局からピックアップしてこの選手のこの打敗がすごいみたいな、その即時性が生まれるんで、それはね自分にとっても新鮮な気持ちで見れるし、で新しいマネもあるしで、なるほどなるほど、すごい参考させてもらってるかなと思います。林さんの麻雀における独学戦略みたいなのをなるほどなるほどなるほど。自分の麻雀勉強歴を簡単に喋ると、最初はまず上がり手順を学びますと、攻めの手順をいっぱい学びますと、でそこである程度まで来たら、まあ、そこで伸び悩む時期が一回来るんで、じゃあ今度は守備を学びますと、でそれである程度まで行ったら、最近は結構戦術本とかも読みつつではあるんですけど、基本的な戦術みたいなのは大体学び終えた段階だと思っているので、じゃあ今度は具体的なケース一個一個のケースに対してどう対処するかみたいなところを中心にやっていこうかなと思っていて、最近よくやってるのが、まあ、ネットマージャン1個打ちます、で打ち終わった後パイフ見ます、で判断の迷った場所、例えば面前ドライチカンチャンリーチするかどうかみたいなところとか、海底でムスジなんかションパイの自敗掴んだけどこれ押すかどうかみたいなところとか、その理由の判断をどうするかみたいなところが最近の自分の課題かなと思っていて、そういうのはデータを活用したいなと思ってるんですよね。新科学する麻雀という本をですね、僕はよく読んでるんですけど、あれにそのあらゆるその状況での押した時の平均収益というか、降りた時の平均収入みたいな風が載ってて、例えばそのさっき挙げたドライチカンチャンの先制リーチだと何巡目までなら得、何十円からは損みたいな、あとは先制リーチが入ったらどこまでが得どこからが損みたいな風に全部統計出て、まずはそれに従ってやってみるかみたいな風にして、まあ基本的には進めてますね。でもそれで多分ある程度までいくと、今度はまたそれじゃない個別の状況にどう対応するかっていうところが多分大事になってくるので、そこからまた未知の領域になってくるのかなと思いますね。普段は天保をよくやってるんですけど、天保はまあ純粋に単位で上に行こうとして目指してるんですけど、最近7段に上がってで6に落ちてっていうので、まずは安定してその7段以上にいられるようにしたいんですよね。なるほど。要はその鳳凰宅に入れるところ、そこが目標になって、じゃあそこに行くためにはどうしたらいいかっていうのを、そうですね、はい、今また6段から上がってるところですけど、そうですね、そうですね、この本はですね、もともと学生時代にお話しいただいて書いた本なんですけど、まあ、そこから1年2年を経て、まあ、社会人になったことでよりなんか学びへの向き合い方というか新しい気づきみたいなのもあったなっていうのがあって、まあ、その一つが社会人としての学びなんですよね。その点数化されない学びに対してどうするかみたいな話とかっていうのも、自分の中ではなかなか それまで馴染みがないものだったので、自分も学ぶ側の立場としてこれを書かせていただいていますと。なので基本的にはもう一生役立つというね、まあ、タイトルにもある通り、本当に勉強っていつから始めてもいいような自由な営みなので、あんまりその独学っていう言葉のね、こう固いイメージ、難しそうなイメージにとらわれず、まずはライトな感覚でゆるく勉強を始めてみるのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、
じゃあこちらの方については、詳細はね、概要欄の方に貼っておきますので、はい、そちらチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。それでは、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、オスパンク林さん、ありがとうございました。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 